調査兵団にするって？コーニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サーサー、お前独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。やれば十分巨人と戦えるぞ。
オーバースーツ追加。コニー、サシャ、ありがとうな。おう、みんなでやればなんとかなるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。巨人が消えた。エレン、お前が倒してしまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。
しょ。これって、なんてこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散は。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう、状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。ついてこい。エレン、僕も行くよ。もう街中に巨人が入り込んでいる。クソ、俺たちで倒すぞ。頼んだぞ。私も行く。救援要請だ。このでけえ怪獣が。頼んだぞ。やがれ。やった。
か。もっとしっかりしろ。訓練を思い出せ。来やがれ。やった。来ない。我々も一緒に戦おう。呼吸ができねえぞ。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。やってやる。
くなければ戦うんだ。私たちも戦うよ。ロボット追加、やってやる。運弾を確認。あっちはトーマスが分かった方だよ。やった。やった。やってやる。来てくれたか。巨人がなだれ込んできてるんだ。仕方ねえ、俺たちで食い止めるぞ。やった。初陣にしては十分な戦果だよな。そう崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！マジ！よきも友達を！
こんなところで死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから俺は外の世界へ。